はい、いえい。放送2枠目。2枠目だよ。2時ですよ。7時間目突入。7時間目突入です。都市伝説をね。二人で、今だんだから。はい、伺いますか。はい。はい。はい。これね、これ、どっちがいいのかな、地元の都市伝説がいいんですかね。はい。なんとか聞くでね。僕は、中学校ぐらいの時にめちゃめちゃちょっと噂だったのが、都市伝説なんですけど、100キロパーさんっていう話。お、聞いたことありますね。100キロ BBA っていうのが、ね。そうです、そうです。僕はなんか、有名で聞いてましたね。はい。いたんですけど、はい、これ具体的に何かっていうと、はい、さ地域も限定されていて、はい、札幌市の手稲区に、はい、の手稲山の付近に出没するババアって言われていて、BBA さんが、はい、なんか噂によると、うん、実際のところこれ見たとか見てないとかっていう噂がいっぱい交錯して当時、うんうんうん、なんか僕も聞いたことありますね。結構割と地元民の、ちょっと僕が年齢時の学生の人だったら、多分地元民の人だったら結構有名な話だと思うんですけど、はい、その100キロパーさんの話が有名で、なんか、100キロパーさんが、なんかこう、現れた時に目を合わせると、うん、後ろから、100キロの速さで車を発車しても追いかけてくるという。うん、それで、手稲山の、うん、峠のところに、うん、柵に事故の跡があるんですけど、うん、そこに100キロパーさんが現れたんだね、っていう同時熱とかあるんですけど、うん、これ実際どうなのかっていう。ああ、本当に、まあ、いるのかっていう。でも、実際その、今旦那さんのこう、あの試合で見た人とかいるんですか？いないっす。うん。全く見ないっす。でしょうね。あ、でも結構前からありますよね、それね。はい、話はね、ええ。よく聞くんですけど、なんか、あ、それが地元の話だったり、なんか思ってなくて、僕もなんか、今回のネタでいろいろ喋ってる時に、ええ、あ、ここのネタなんだって、まあ確かに経営の、確かその辺だったかな。ええ。って書いてた気がする。うん。そんなのでなんか追いかけられて、うん、追いつかれたら何かあるただったら怖いけど、うんそうね、ただ追いかけてくるっていうだけしか聞いてないから何のためにそのばあさんは100キロで追いかけてるんだろう、うん、でもなんで100キロっていう名前あれなんだろう通称交換ですか、うん、だって100キロで車を飛ばして後ろから追いかけてそのばあさんが離れないでくっついてくるみたいな、うん、だったらあれですけど、こっちが50キロ出してて100キロでジャーン、うん、抜かれたとかじゃないですもんね。じゃないですよ。まあ、まず手稲山で100キロ出すなと。そうですね。あそっけんすかね、結構ね。気をつけてね。まあそこですね。だから、うん、まあそれなんか、みんなね、峠攻めたりするから。ですね。そういう噂が立ったのかもね。安全運転しろと。なんか結構ね、ありましたね、僕らの時代ね。峠攻めたとかね。峠攻めたとかありますね。命知らずの走りやったしね。僕は、そういうのないです。あの逆に言うと、運転どっちかというと、うまくはないのなんで。まあ、昔の話ですけどね、もう。20年近くも前の話ですけど。今は昔、うん。竹取りの沖田というのをありきり。ありきりみたいなね、感じの。そんな百九番の話です。でも結構これなんか他の地方にもなんかね、うん、現れたっていう、結構共通する話ってありますね。うん、僕それに近いのを高速で聞きました。高速で100キロのおばあさんが後ろからビワーって来て、うん、逃げるみたいな。うん、でもう一回振り向いた時にはもういない。っていう話を聞いた。それはなんかもう、ありがちといえばありがちな。うん、学校の階段みたいな。テケテケみたいな。テケテケ。テケテケ。ああね。聞いたことない。うん。あれ怖かったな、うん。聞いて1週間以内にマンションの階段に出る。マジかみたいな。怖かった。追いかけて来られる
系ね。うん、悪いね。追いつかれてでもなんかどうのかっていう話は聞いたことないんだけど。みんな逃げ切ってる。全員逃げ切ってる。じゃあ110ぐらい出したらいいんじゃねえんだよ。うん、だったらね。そういうとこですよね。怖いのが怖くないのか。さあ、では次でございます。はい、次は、タマ様。僕から行きますか。これはですね、ちょっと北海道のね、札幌にちなんだ話を持ってこようと思ってまして、某地下鉄のね、うん、駅の話なんですけど、うん、今、札幌の地下鉄って、